何の用だとはご挨拶ね。一人暮らしでどうせろくなもの食べてないんでしょ。うちの万能おかず持ってきたから今日はこれを食べなさいね。それから洗濯物はタンスに入れといたからね。明日の分のシャツも洗っておいたから。おばさんが私にあんたの面倒をよろしくってメールをくれたのよ。はずきちゃんなら安心だからって。だいたい私があんたの面倒を見るのって今に始まったことじゃないでしょ。あんたのご両親は海外での生活が多いから昔から私がいろいろ世話してきてるんじゃないの。嫌なら別にいいのよ。あんたとは幼馴染なだけでそれ以上の義理なんてこれっぽっちもないんだから。可愛げがなくて悪かったわね。そう思うんなら何でもしてくれる優しい彼女を見つけりゃいいでしょ。別に。なんであんたの言うことにいちいち怒んなきゃいけないの。ほらおかずここに置いてくからちゃんと食べなよ。これ私が作ったんだからね。じゃあまたね。月曜日は朝起こしに来るわ。あんたここのところ毎日学校遅刻してるでしょ。どうせまたろくでもない発明品作ってるんじゃないの。そんなことしてる暇があるんなら少しぐらい勉強したらって言ってるの。そうすりゃ成績も良くなるしあんたのご両親も安心でしょ。それじゃ夜更かしばっかりしてないで早く寝なさいよ。じゃあね。はい、今到着しました。前転座標からして目的地に間違いないです。でもちょっと着陸に失敗しちゃって。あ、私今ちゃんと現地語で話してますよね。おかしくないですか。そうです、言語領域は14番です。はい。こんにちは。すいません教官、これより現地の方と一時接触に入ります。通信遮断します。
すいません。前転のどこでもまず自分の名前と身分を明かすのが礼儀ですよね。私レミアと言います。レミア・スイーテス・イクセリア、宝石館帝国イクセリアの第二王女です。私将来正義の味方にならなきゃいけないんですけど、その単位が足りなくて、それでこの星に実地研修にやってきたんです。本当はもうちょっとそーっと降りてくるはずだったんですけど、私乗り物の操縦下手なんです。あの、私の話わかります？言葉通じてますか？この領域の言葉で話してませんか？そうですか、よかった。私言語学は自信あるんですよ。教官も褒めてくれるんです。正義の味方って派遣先では現地の言葉を使わないといけない決まりなんです。こんなこと言っても信じてもらえませんよね。これで一時接触は赤点だわ。どうしよう。こんにちは、レミアです。私いきなり空から落ちてきたりして皆さんびっくりしたでしょ。ごめんなさい。でも初めて出会った方が拓郎様のような優しい方でよかったです。皆さんも私が正義の味方になれるよう応援してくださいね。私精一杯頑張ります。いよいよ始まる戦えプリンセス第1話研修スタート、レミアの不安な初めてのです。私もしかして誰かに狙われてるんでしょうか。戦えプリンセス。使ってしまってすいません。昨晩あれから
この領域、日本って言うんですよね。この国のこと、いろいろ勉強したんです。歴史や文化、政治経済、とりあえず普通に暮らしていくのに困らない程度の情報は把握したつもりです。それで勉強の成果を見ていただくつもりで、この国の標準的な朝食を作ってみたんですけど、もしよろしければ食べてみていただけますか？はい、見よう見まねなんで恥ずかしいですけど、このお味噌汁っていうスープ面白いですね。シーフードのエキスとお豆から作ったペーストを合わせるスープなんて初めてです。本当ですけど。はい、私の国の王家の者はみんな正義の味方になって、宇宙の治安を守る義務があるんです。私の姉も妹ももう任務についていて、私だけがまだ研修中なんです。だから頑張らないと。教官が全天侵略危険度の一番低い星を選んでくれたんです。だからもしこの星でダメだと、私もう落第しちゃうんです。研修要項には可能な限り一次接触に成功した現地の方と共に生活行動するようにとあるんです。ですから拓郎様がお許しくださるのであれば、私は拓郎様のおそばにずっといさせていただきたいのですけど、ご迷惑でしょうか拓郎様。本当ですか？私拓郎様のおそばにいてもよろしいですね。よかった、ありがとうございます拓郎様。研修期間中の重要項目として、一緒に生活させていただく方のお世話をし、その安全をお守りするというのがあるんです。ですから今日から私が拓郎様の身の回りのお世話をさせていただきます。未熟でご迷惑をおかけするかと思いますが、一生懸命やります。何でもお言いつけください拓郎様。はい、どのようなことでも気軽におっしゃってください。レミアとお呼びください拓郎様。申し訳ありません。でもやはり私の方が一方的にお世話になるのですから、私の感謝の気持ちとしてこう呼ばせていただきたいのです拓郎様。
ありがとうございます。お言葉に甘えさせていただきますね。さあ、お食事が冷めてしまいます。お召し上がりになってください、拓郎様。どうかなさいました？やっぱりお口に合いませんでしたでしょうか？そうですか、よかった。後でお洗濯もしますので、洗うものがありましたら出しておいてください。それからお昼ご飯と晩ご飯は何にいたしましょうか？